はい、こんにちは。ということで AI アートインポスターというゲームをやっていきます。一緒にやるのはベノム、ノジャ、パッチ、コノナッシー、ヘルメルです。お願いします。お願いします。あ、オッケー。本名は OK。 もういで、誰かレディーしてください。はい、誰だこれ、名前ついてヘルスク初めてだね。はい、初めてです、はい。いやでも精度高いんじゃないかな。英語で入力した方が精度高いっていうから、ね、でもどこまで共通意識があるかだよね。確かに、確かに、確かにアニメ映画難しいと思うから。いや、まあ、結構ヘルスクついてる。アニメ映画はちょっと、アニメは分かります。あーでも、あ、そっか。じゃあアニメフィンランドで、あれ勉強素材だった。架空のなんかアニメ行くかと思いきや、お前最初に選んじゃったんだ。あー、うわー、いやこれね、話さないとこれしくるよ多分。どんな形だったっけ。一番、いやこれ良くない、良くないことなのはどうしよう。抽象的に行くか。いや、どれくらい話してもいいのかな。え、いや、だいぶ話さないとなんか混合技で当てられそうな気がする。これ複合技で、いやどうすればいいんでしょう。何番だ、4番か。俺でも4番か。広いな。これでどんなもん出るかな。のじゃじゃ遅いね。え、まあ、こんなみんなできてる。7番狙ってるもん。いや適当に書いてるけど長いな。AI がめっちゃ頑張って書いてる。え、これみんな長い？長いね。あ、長いね。多分長いかも。私そんな難しいの書いちゃったから。え、なんか相当すごい、なんか超対策。対策を書いてくれてるのかもしれない。コノさん長いね。めっちゃ長かった。いや、私は何もしない。私は何もしません。コノさんちょっと怪しいね。怪しい。怪しいポイント。どっちがだよ。は？はい。え？え？え、伝わんない。いやでも次でちょっと頑張るわ。あのめっちゃハテナマークの絵文字みたいのがなんかなんでなんでなんで。いやでも違うって。違う、私が言いたいのはこういう感じじゃなかったけど。これまあいや次ので頑張って出すか。ええ予想したわけじゃないんだな。なかった。えいや、まあまあなんかな、どう何したいのか、何まあ、え、これ自体が本当に何かわかんない。私俺もわかんないもん。だってこれ、こういう感じ。いやまあまあでも、いや この存在は 何なのかは俺も知らない。あーまあまあまあちょっと形を見てほしいわ。は？はい、終わった終わった。え、いやいやいや、はい、もうスターウォーズでいい。スターウォーズでいいよ、もう。もういい、スターウォーズで。え、じゃこれちょっと見て、一旦考えてみて。え、じゃあ一旦考えるわ。よく見ても無理だよ。よく見るね、ラッシー、ありがとう。ちょっとよく見てみる、俺。え、これクンさんのにも結構似てるしね。あー、確かにね、ラッシー、なんか似てる。でしかもこの細長い尻尾があるところとか、まさにそうじゃない。さあ、パイチ。あ、もういい、おや、いい、俺がわかった、俺わかるからいい、俺がわかる、俺がわかる。お前、ジオゲッサーじゃねえんだぞ、ここは。俺わかるからいい。これがわかりやすいかな。はい、オッケー、オッケー。あ、オッケー。このままじゃん。でもなんか、まあいっか。楽しみだな、あのシャシャが。いやいやいや、長かったもんね。長かったし、なんか、いやいや、俺だって知らないからね。言っとくけど、そんな AR のじゃじゃだもんな。知らないから、そ、適当に入力してんのに。そんな分かるかな。馬娘がブスイクだな。なんかさ、前髪パッツンなんだけど、なんかブスイ。やっぱ馬にもルッキズムってあるんだ。ってかこれさ、悲しい。人間さ、女の人の頭が、まあごめんね。まあ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 、いいんじゃね。え、何が、何がいいんだ。あ、架空の生物。いやでも、でもノジャジャとナッシー以外はなんかもう何でもいいと思うけどな。もう、え、俺真面目にやりますか。じゃあまだ、え、私も、私もいい、これ、まあいい、残るも大丈夫でしょ。いいんだ、オッケー、ベノム、いいです。じゃあ英語で入力します。俺のが分かんないってことは学がねえんだ。私これ芯取れる、取れたんだ、マジか。英語で打ちますね。え、どうしよう。どうやったら信用してもらえつつインポスターにバレないかな。何しよっかな、何の作品しよっかな。スズメの戸締まり前やった時なかったんだよな。
天気の子。もう行っちゃってんじゃん。行っちゃった、行っちゃった。これでいいだろうじゃん。なし遅いね。待って待って待って、オッケー。なし、さっき上にパマかけたのにね、最初、一番最初に。いや、これちょっと、やっぱ悩むじゃん。みんなに理解してもらうためには。これね、1枚目の写真もね、ほのさんのとヘルスカので、こう、合わせて考えてみたら、なんか分かってくるはず。え？いや、何？何？もう一回言って。え、理解できなかったんだけど。いや、あの、なんかもう、日本語がなんかちょっと、分かりません、なしさんは。分かりません。なしさん分かりません。なしよりシリの方が話せる気がする。長いやは？これ長いね。なんかああ。あうん、まあこれはちょっと近すぎるね。あ、確かにね。え、そうなの？まあいいけど。いや全く分かんない。喋んない方がいいかな、なし。何も分かんねえから喋んねえよ。スターウォーズエピソード2クローン戦争。なんか顔やばいって混ざってる。そのまんまやん。めっちゃスターウォーズ見た。スターウォーズだけどね、これ。スターウォーズ天気の子ってこんな感じなんだ。あー、なんかさ、ちょっとなんかこうなんかおとぎ話っぽい、なんか天気の子。太陽2つ。スターウォーズか。あ、完璧ですよ。あ、でもやりすぎた、ごめん。どこだっけ、スターウォーズの。どうすればいい？スリーです。はい、まあこれで疑い晴らしてくれるならこれぐらいでしょ。おー、すごいよ。あ、うん、シックスパックなんかちょっと歪んでる。確かになんか随分上の方にあるというか、歌い方の問題だね。全部ちょっと違う形だけど。その誰も反応しないことある。いや、もう別にヘルスカ1枚目でも別にいいし、話が楽しみだな。問題はお前だからな。今これお前だからな。いや、大丈夫、これで信用してもらえる。もうなしかな。え、なんで？え、なんでこれまさに？え、なし、これリアクション、これ。なんで？これ、俺らのリアクション、これです。はぁ？これ、パイチなのかな？パイチ？いや、でもなんか、え、待って、誰だ？の絵しかない。え、ちょっと待って。これ普通クンさんだけに分かってもダメだぞ、パイチなんか全然。クンさんがインポスターだったらどうする気だったんだ。いやいや、これ 2枚目は知らないけど、1枚目はもう、いやでもおパイチなのかこれ。俺右3人のどれかだと思ってるけど。え、クンさんはさ、え、クンさん分かるんだよね。パイチさんは分かるっていうのは意味わかんないからか。え、ノムさんも私意味わかんないけどね。ノムさん、おパイチ意味わかんない。学がやろうとして表現したことは分かるけど、なんかまあこれこういうのが出ちゃったんだろうなって気がする。え、2枚目の方が分かりやすいんですけど。まあそうか。クンさんもクンさんで結構分かりにくくないか。1枚目何分かんないんだけど。あ、でも2枚目は分かるわけないか。いや、分かるわけないんだけど。そう、え、でもクンさんの1枚目はなんか雰囲気じゃない。その。え、ベルクさんがガチか分かんない。ナシが分かるって言ってるからクンさんかもしんねえ普通に。待って。え、でもこれじっちゃん大丈夫。クンさんだわ、じゃあ俺もクンさんに入れた。違うんだけどなぁ。おパイチの分かるって言ってるのがよく分かんない。え、ベノムの1枚目みんな分かんの？これ分かる。いや、分かんないよ。分かるけど分かんないよ、これは。え、分かんないよ、触れなくていいって。もうベノムの1枚目も、え、なんか触れなくていいってとか言ってるのがよく分かんないから、クンさんじゃない、どう考えても。まあ、もう学がないよ。え？学を求めるなよ、このゲームには。じゃ、学じゃないより、でも分かるのが分かるけど、お前らそこだろ。 AI アートインポスターなんだから、学は分かるようにしろ、こっちに。合わせろよ、レベルを。合わせろよ。みんなに分かんないと意味ないだろ。じゃあゲームだろ。どうすればいい？これ誰に入れたらいいの？これ誰か合わせた方がいい。え、私、ベノムさんじゃない。クンさんに入れた。普通に。なし、オパイチさんに入れたわ。俺もおパイチ入れてみた。
あ、決戦投票。決戦投票だ。じゃあランダムで決まる。え？こいつだったの。バン。ああ、クンさんか。いや、クンさんじゃないってこと？僕が違う。一発は誰だ？クンさんがおぱいさんに入れたってことは違うもんね。いや、てか、さんだから。うん。うん、多分そういうことやろ、おぱいさんでしょ。なしでした。バレたな。これはもう余裕じゃないかな、この後の選択も。最初ミノカルってなんだろう。これあれでしょ。まあいいや。三択なんだよね。ただ馬なんだけど、ユニコーンは角生えてないから違うっしょ。ってことはミノタウロスかケンタウロスなんだよな。どっちかな。これ違いあるのかな。いや、違いはあるだろ。全然違えよ。びっくりするわ。それはあるわ。それはあるよ。ミノタウロス、ただの筋肉のついた馬で、ケンタウロスは人の馬だった気がするんだよね。ってことは、ミノタウロスじゃないかな。いける、これ、ね、通るはず。全部間違ってる。ミノタウロスは牛です。牛馬じゃねえし。そうだ、そうか。でも完全勝利、すごい。やったー。完全勝利しやがった。いやテレスカの1枚目のおぱいしギリシャでしょこれ。いやギリシャはなんとなくで俺もギリシャだ。ギリシャ神話のギリシャ神話のメデューサはダメだよ。え違う違う俺違いますよ。スペインですよ。闘牛で架空の生物でスペインで書いてる。闘牛わかるわけないよ。いやそれはちょっとかぶんないメデューサってなんかで他で出てくるのかなって思った。メデューサクレタ島でしょ。知らんやめろ。メイロもよくわかんないでしょ。ミノス王で、ミノス王。ナシどこで気づいた？え、まずこれあのナシ最初ユニコーンって書いてたんですよ。2枚目書くとき、うん、それはそのヘレスカの馬要素を見て、うん、ただノジャジャのこの筋肉質な画像を見たときに、まあ、もっと筋肉ついてるやつなのかなって思ってミノタウロスにしました。あー、おばいちが悪いわ。それわかるし、コノさんの牛肉とかも、まあ、確かにな。あー確かに私焼肉だけど。次行きましょう。迷路書く人いなかったね。ていうか誰か俺迷路な。2枚目迷路なんですよあれ。あそう迷路って何？何だみたいな。ミノタウロスは迷宮の迷路の中のラビリンスだよ。ラビリンス迷路の中にミノタウロスがいます。やめてくれ。見た目で勝負しろ。見た目で。いやで見た、まあ、まあ、いやいやいや。だから筋肉書いてバレるんでしょ見た目の話で。もういやもう後ろにストーリー持たせるのやめてくれ。絵なんだから。ああ国また出ました。額が出ますねこれ。もうやだ。チリは得意です。そうかな。いやチリは得意だからいけますね。これマジでめっちゃ話さないと多分きついよこれ。うん、あでもなんかさっき焼肉って入れてすごいなんかステーキばっか出してきて AI がすんげえアメリカチックなんか日本風じゃないあんまりマジでこの AI。 いかにミスリードさせるかも大事だな。いや長いな。ちょっと絵のテイスト変えるか。なんてこれ何だろう。あれかな。のちゃちゃ知ってる国。いや知ってる国は知ってるでも。いや知ってる国しか来ないだろ。AI アートインポスター。いやわかんないよ。前わかんないみたいなやつあった気がする。誰かがこれイニじゃないそれ。確かにイニ。中身は知らない。イニは噂には聞いたことあるみたいなこと言ってた。ナッシーさん大丈夫かな、はい、あ大丈夫です。時間をかけてるようですが、はい、勝ててます。はい、この人書いちゃったらバレるのかな。唯一知ってるんだよな。いやもう俺ね嫌な予感する。マジで俺もすごい。いや多分これね、これ負けた。多分これね多分ゲームセットだと思う。もう多分負けたわこれ。ナッシーが逆にその国の人だと勘違いしてる場合もあるから。いやその説も結構ある。えでも唯一なんか記憶に残ってたんだよ。多分ね、あのナッシーが唯一記憶にこっそり残るものを書いたら多分みんなが知ってるものになると思うわ。あいやもういいですいいです。スルーもう、まあ、ベノム絶対もう無駄。いやー、俺、分かったわ。これ、いいです、いいです。これを、どこを感じるの？プンさんが言ったら、俺、頭いいかもしれん、ベロムさん。うわー、美味しそう。うわー。このアイコン、かわいいよな。なにこれ？ん？チーズ、モッツァレラチーズ。いや、額があるので。いやだから下げろってレベル。額があるんじゃない。なんで額がアピールするの？絵で額がアピールするのやめてみなさい。ある、アピールあるので。意味ねえから。いやじゃあモッツァレラチーズ出されて額があるって言われても困るけど、ね、モッツァレラチーズじゃないし。えこれ違うの？違います。待ってお前らモッツァレラチーズ食ったことあるこれは分かるよね。はいはいはい。あ分かった。あんま深く言及
ごめん、何もわからない。何もわからない。何もわかりません。いや、あのね、すいません。あの、コロさん、恥ずかしい。恥ずかしいです、コロさん。何もわかりません。このお前、俺と一緒だからな、ずっと言ってけど。ずっと中毒だぞ、お前レベル。大丈夫、大丈夫。私、世界地理はやってないから、高校。俺もやってねえ。中卒。ゲストじゃない。あー、まあまあ。わからないです。ヨーロッパのどこでもって感じ。あ、完璧。遠ざけてみました。どうぞ。遠ざかりすぎ。遠ざかりすぎ。これひどいな。これ本当にひどいな。遠ざけてみました。これ本当にひどい。これ何書いたの？え、これもうなんか喧嘩売ってる感じだよ、もう、うん、遠ざけてみました。喧嘩売ってる、このゲームに対して喧嘩売ってる。本当に遠ざけるんじゃない。やべ、ミスったな。どれにしよう。あ、これ一歩下、困ってるんじゃないの。お、あ、はい、オッケー。あ、何もありません。おパッチ、スターウォーズでいいよ、もう。俺もちょっと、お前はダメだろ。お前もスターウォーズだろ、それ。1枚目から1枚目から確かに。ちょっとじゃあ離れてるの選ぶか。もうあんま直接的だとあれだし、これで。は、まあまあまあ、は、知らないよこれ。いや、わからん。え、嘘、みんな知ってるでしょ、この偉人。え、知らないの、これ。何、え、この手に持ってる果実とかさ。いや、何、イチジク。これ果実、これ何の果実かは知らないけど知ってるっしょ。お前妄想で偉人出すなよ、わかんない。え、違う違う違う、覚えてるんだって。俺もうわかんないよ、知識がないからついていけてないわ、これみんなに。俺まだなんかまだちゃんと書いた方がいい。俺、おぱいちさん、おぱいちさん、わかるよ俺。どこくんさん、俺右か、書いた方がいい。まだ俺どうすればいいの。じゃあわかりますよ。はい、じゃあ、あいまいすき。じゃあもっと書く、もっと書いてもう一段階。そことそこが分かり合ってるのうぜえな。いや、まあいいや、もう書いちゃったよ、書いちゃったよ、もう書いてください。今から人狼なんだ。いや、無理だよ。また近づけすぎるとなんか言われるしな。いや、お前遠いかよ。遠いよ、地球からだいぶ遠い。物理的に遠いのやめろ。どうすればいいの、じゃあ。もうえ、あれ終わった。え、パナさんいいよ、別に大丈夫。え、いいの、何か分かったの。いい、大丈夫大丈夫。俺ベンゴムさんのしか分かんないよ、ちなみに。俺正直何これ。ん、10分かる、ね、それ分かるけど。いや、10です。私もこれが出てきてびっくりします。どれにしよっかな。歴史の授業が一番嫌い。いや、別にこれ歴史関係ない、歴史じゃないよ。カリフォルニアロールまあまあまあ、ふざけてる感じだね。ミスリード狙い。あ、日本か。違うよ、これはあのカリフォルニアだよ。日本にねえよ。あ、日本ですね。マジでめちゃくちゃ、めちゃくちゃあるからな、海外。出資は日本語か、日本語ですか。はい、か家で答えてください。はい、カリフォルニアロールは寿司じゃないです。あれ、寿司のような何かで。あれ、贋作贋作。まあ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 、シンプルにこれじゃない。これね、まあ伝わるっしょ。いいよ、お前だいぶ。え、この雰囲気を感じ取って。あーっとね、カラフルな感じとかさ。これローデンブルクだね。これローデンブルクです。ローデンブルクって国。ありそうだね、確かに。俺が知ってるものじゃないけど、これ。もういいや、わからんから喋らんとこ。私は自分のこと考えた方がいいぞ、お前。人のことなんかギャーギャー言う前に、お前も。いやいやいや、見て、これ。いや、1枚目だと見てじゃなくて、お前もう見えねえよ、なんも。スターウォーズ来た。俺も遊びてよ、スターウォーズよ。ハンソロの若い時代。ハンソロ。もちろん1枚目で遊んだじゃないですか。遊んでない。1枚目遊んでるからな、こいつ。いやいや、どうしよう。なしか。いやいや、1枚目ででも分かるくない、普通に。何も分かんない。あ、いや、違うよ。何が違うの。違うよ。これね。もっとなんか表現されると思ったけど違ったわ。
おい、これどうしたらいいの？これ野田さん？いや、違うんだよな、残念ながら。違うんだったら、お前先輩ってただの。ただの先輩。いやいや、逆に、逆に分かんなくない国、これで。これで国分かんないよね。いや、ナッシーのやつが、ただの勘違いなのか。え、勘違いっていうか、だって、ナッシー中学校で習いましたよ、この人。おばいさん、俺誰も分かってないやつ。これクーさんの2枚目存在するの？いや、いい、のじゃじゃ何も言わなくていい、のじゃ、ま、もういい、俺じゃないの分かってるから大丈夫。 俺の知ってる国じゃない。いや大丈夫大丈夫、のじゃじゃ、のじゃじゃもういい、やめてくれ、のじゃじゃ大丈夫だから安心して、うん、安心して、のじゃじゃ俺の胸に、じゃあそっちも俺を信じる、俺の胸に飛び込んでおいで。じゃあナッシー投票しようぜ。待って待って、俺は投票したナッシー。いやだってナッシーの1枚目誰これ、これ1枚目の人めっちゃ名言残してますよ、この人。なんて言ったそいつ。名言残してるんですよ、この人。なんて言ったのそいつ。いや、それ言ったらまずいだ。人生の、ああ、はい。人生の終点は無限大だ。いろいろ言ってます。聞いたことないし、人生は冒険やしか聞いたことない。入れたもん今。どうしよう、ナッシーのじゃに入れたわ。ありえないね。いや、これもう先輩多すぎだって。2人白取れないやついたらもうこの、いや、先輩はこのお題を選んだやつらだから、ないとくけど中卒いるので国は選ぶなよ。多分なしでいいと思うな。投票した。あ、はい、あうんか、どうなの、誰だ、野田さんだと思うけど、なしとエスカが入れたってこと。いやー、マジかー、当てられたな。じゃあ村なのかよ。わかんねえよ、これじゃあよ。なんでベノムさんが許されたんだろう。だってこれ、まあいいや、この後言う、この後言うから、この後言うから。あ、いやいや、はい、はい、サウジアラビア選んで早く。え、サウジアラビアにこんなに高さそうあったかな。明らかにサウジアラビアだろ。おー、まあサウジアラビアのような気もするけど、アメリカ。よし、ベノムさん、ナイス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 、分かったよ、ナイス。うん、私も分かったな、さすがに分かったわ。なんで中に言っちゃったけど、だってこれなんとか戦争みたいなやつでしょ。え、いや、まあ、独立宣言、独立、なんかベノムさんのフランスからもらった、それベノムのやつ。そう、フランスからもらった。あ、そうなの。うん、そうだよ。え、お前ブリチルって書いてあるじゃん、もう。あのさ、ちょっと待って、奴隷って何。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、どちゃちょっと待って、ちょっと待って、違う、フランスはそういう感じじゃない。一瞬落ち込みようかと思ってさ、ヒレベノムさん、ペストかな、ペストかな。あのさベノムさんがだから、その、ね、自由求め戦ったやつだと思ってたから。なし、なし、なし、俺最初ナポレオン書き始めると思ったんだね、俺。俺もそう思った。こいつそれしか知らねえんだろう。で、書いたの多分ニュートンなんだよ、これ多分。でもニュートンってイギリスの人なんだよね。しかもなしだ、リンゴじゃなくてなし。1枚目これどういうこと。これオランダで、オランダの国旗、ネザーランド。風車ってオランダだよね。トライアングルって何。トライアングル、そうだね、三権分立だよ。ヘルスカー高度すぎてやばい。あの、いや、なんかこれが、まあ、スタンダー、ワールドスタンダードってやつです。いや、それはやばい。ヘルスカー、これ宇宙ってのはジョーだ、ジョークだよ、これ。ジョーク、これが日本ジョークっていうやつ。遠ざける、ほぼインポスターだから。やってることなんかさ、同情でなんか勝ったみたいな感じになってる、もう。ナッシーがひどすぎなかったら負けてるよ。いや、村田さんは遊ぶ余裕がある、これね。やばいな、三権分立三角、やりえないんだけど、マジで。いや、トリコロ、フランスの三色で三角形かと思った。で、三角ってさ、ある意味どんな意味でも捉えられるから意外と強いかもね。あーね、あー、確かに。お、有名企業行きたいな、すぐ。いや、有名企業、あの、日本の来ちゃうよ、多分。いや、多分来ないでしょ。え、コカ・コーラとかじゃないの。で、出てこないと思う。あ、こう、だって、まあ、トヨタ AI があれだから、まあ、入れてみる、有名企業。やり直しでもいいです。どうせ、まあまあ、どうせじゃ分かんねえとかな、うん、俺、別のに入れてんだ。あー、ちなみに、イニン君は知らないので、出ました。これ難しい。イニンって何のブランド知ってんの、逆に。え、難しいな。あ、そっか。そんな、そんな打つ音するんだけど。なに、人狼並みに打ってる。いや、俺めっちゃ打ってるよ、今。え、なんか、みんな、なんか、青い服を着た男が何々をしているとか、なんか、そういう、なんか、めっちゃ細かくやってる。俺はめちゃくちゃ遠く行くぜ。いや、またピノさんしかわかんないやつ変えちゃった。ピノさん人狼だったらどうしよう。難しいなぁ。むずいね。え、企業って結構、前提的だからな、要素が。確かに。国とかだったらなんかいろいろあるけどさ、企業ってなってくる。遠すぎかな、まあ、いっか。またの社長遅い。
ドジャジャ君。分かった分かったもう。まあいっか、はい。え、わかる？これ誰か。なんかキモい。なんか魚にも見えるし、蛇にも見えるし。なんかキモい。え、キモい。え、キモい。ごめん、キモいしか出てこない。あ、なんか。いや、違うよな。でも、ちょっと横じゃない。ちょっと隣じゃない。何？ちょっと何？ちょっと隣じゃない。うん、1枚目で分かった。そう。右と左どっち隣ですか？左。いや、右でもある。右だな、右。右にもあるし、左にもあるよ。ああ。いや、分かった。俺、いや、まあ、いや、俺が好きなのは右の方だけど。出た。何、右翼とか左翼の話してんの、これ。違う。あ、分かった。メロン、俺分かったわ。あ、もう全然分かんねえや。分からない。おい、すごい、すごい。これ何？デトロイト？おもろい。はい、わかりました、僕も。おお、すごいね。やってないからわかんないな。え、すごい。ベノムすごいよ。これちゃんと出ると思わなかった。ちょっと怖かった。は？え？え？わかんないどこの企業にも飾ってあるような、なんか。ちょっと待って。わかる？え、何を説得してんの？これ見て何がわかるんだ？マジでわからん。まあ。これオパエチさんからの解説もないから本当にわかんない。解説したらわかっちゃうもん。ああ、こういうイメージなのか。あれで見えない。足あるこれ。足ないっすよね。あ、足な。ただこれメッセージ性ある、もしかしてなんかそういう感じの。で、道路の真ん中を走らされてるからメッセージ性あるかもな。え、ちょっと可愛いな。これちょっと遠回りしてる。コロさん、コロさん、いい加減にしてもらっていい？コロさん、え、なに、え、わかるでしょ。え、わかるでしょ。コロさん、いい加減にしてください。なに、いや、これから連想されるものでちょっと3つぐらいつなげてってもらえればわかります。まあ、いけるでしょ。え、だってもう全員ダメ。え、あのどこにでもあるって。あの君たち全員ダメ。いけるでしょ、これ。こいつ、いや、もうのじゃじゃ以外全員スターウォーズにする。なんで？いや、待って、おぱいちゃん誰が一番最初に書くべき？え、おぱいちゃん自分人最初に言っちゃった、なんか意気がって。うん、俺分かってないと思ったの。まあ全員書いた、逆に。まあ分かってない。全員、私はちょっと俺目線だと全員分かんないし。なっしもこれ。え、じゃあこれどうしようかな。え、でもこれがさ、まさにそうじゃん。なっしも単語じゃん。さ、もう俺が思ってんのと違ったな。いや、一緒だよ。これみんな一人以外はお題一緒なはずなんだけどな。これバラバラなんじゃない？よし。クロさんのも全然分かんない。遠回りはしすぎたかもしれない。よし、してるね。いや、これできた絵は間違ってはない。あ、全然間違ってない。あ、もうこのぴったり。これスポンジボブのボブじゃない方。ボブじゃない方。あ、いい着眼点だね。これちょっとやりすぎかな。まあいっか。ちょっとこれ、私インポスターって疑われるかもしれない、普通に。ポッポポポポポポポ。いや、もう知らん。でも、いいんじゃない？こいつ村なんじゃない？なんか、まああるんじゃない？生きがり村。なんかこういうのでしょ。こういう企業とかブランドの中で、なんかこういうなんか、あるでしょ。制作みたいなのがあるんだな。なんかあるんじゃない？な、本当にわかんないんだけど、パイチの。なんで同じものを書くんだ？そうなんだよね。これ何？あー。これ、あれにも見えるね。なんかうまいね、ヘルスカ。どうやって書いたらこれが出てくるの？ね、どうやって何、ね。普通に1単語だけじゃ出てこなそうだ。まあ、いけるっしょ。あ、この後ノジャジャだったんか。いけるっしょ。お前な。あの、もう。いやいや、これ、お前な。いや、あのね、分かった。あの、今、画面に俺、3センチぐらいの距離で見てるけど、なんもわからん。いや、中央よく見て、中央。え、中央。1枚目が分かんなすぎるよ、にしても。いや、にしてもとかじゃなくて、2枚目も分かんないから、もう全然。2枚目、商店街とかって適当に書いたんだろ、これ。違うね。普通に書いたね、しっかり。これ。あとでじゃあ、俺に書いてほしい。1枚目とセットで見てほしい。
Return the land. In the return. なんて？なんか偽英語。これ、まあ、文字書かないよね。うん。なんか繋げたら、インドネシア、インドネシア語みたい。これね。ここだって。ああ。分かったけど。その件だって。なし、黙ったら。あたもう黙ったらなし。それは黙った方がよかったな、今の。なし黙ったら。スポンジボブ。まあいいや、なんかあるんでしょ。多分、はい、知らないけど。分かってくれないのこれで。ガチで分かんねえんだよ。分かんないかな。おい、村取る気ないだろ、こいつら。ショック。誰誰だよ。まあいいや、1枚目で俺分かったよ。1枚目に出てきただろ。いや、もう、1枚目知らない。人狼はもういいよね、人狼も。誰か分かってるし、みんな。うん。え？ああね、分かる。おめえだよ。おめえだよ。え、俺もうコノに投票したよ。でも俺3人わかんないよ、3人。コノさんわかんないんだけど。ちなみに俺も3人わかんないけど、一番インポスターっぽいなんかこう表現というか振る舞いは確かに仕草で。いやでも俺もノジャジャにしちゃった。でも俺も投票してるよ。でもえ、ノジャジャにしちゃった俺。いや、ノジャジャ投票してる。きつい。コノに投票した。いやいや、どう考えてもノジャジャだろ。これはノジャジャ。お前は言えねえからな。ちなみにナッシーもひどいよ。ちなみにえ、これは知らせた。つなげるんですよ、この2枚の絵を。ノジャジャに分かってもらえると思ってたけど、ノジャジャがインポスターだったら無理だわ。いやいや、分かんないですよそれ。お前、人に責任って聞かすんだよ。やべえからな。いやいや、見てほしい俺の。もういいよ、早く投票しろ。はぁ、ボケ、マジで無理やって、こんなの。ポッポポポッポッポー。でもインポスターこれむずいんだ、めちゃくちゃ。なんですかこれ、なんですかこれ。もうわかりません。ナッシーの何なんだこれ。難しすぎるな、まあ、これ有名企業でインポスターになるの無理なんだけど。もう無理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 。あ、無理無理。何これ。あ、サムスンか。悩め、40秒あるぞ。え、俺分からないっていう。分からないって企業かな。ウィキペディア社。ウィキペディア。何でも載ってるからね、この写真にあるもの。でもさっきナッシーが言ったことを思い出せんの。じゃあ、え、聞いてなかった。あ、じゃあダメだ。ナッシーひどい、マジで。相当やっぱこいつね、前もだったけど本当にひどい。ハムすんな。あのさ、こいつ何言ったと思う。いや、分からない。これクックンさんのってその件だっけとかって言ってて。違う、びっくりした。なんかその時点でもう日本だったっていう。だって今のさ、京都かとか愛知しかなかったじゃん。だって分かった。あ、そういうことか。今度のやつ分かった。そういうことか。ノジャジャを表してたの。私はずっとトヨタって愛知だから、愛知といえばノジャジャやなと思ったけど、ノジャジャがインポスターだったから何も伝わらなくて。なんでトヨタで田んぼになるの。え、じゃあ、田んぼはトヨタの田じゃないですか。で、そう書いちゃったら、なんか豊かな土地とか書いてトヨタに繋げちゃおうかな。お前わけわかんない。いや、もうダメすぎる。え、俺名古屋城分かったでしょ。名古屋城分かった。まあ、1枚目、うなぎで浜名湖。うなぎで、何？うなぎ、あの、なんか、ああ、そうか、そう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 、名古屋でうなぎにしようかと思ったけど。いやー、無理。浜名湖、静岡だから。いや、あのね、いいうなぎがなかったんだよ、なんか。別の魚みたいになっちゃうから、なんか、もう2枚目で行こうと思って。トヨタって愛知なんだ、と、うなぎも。そう。パトリック、うな重が。ひつまぶしっていう。ひつまぶしの方か。そう、ひつまぶしで出せばよかったわ。無理だな。俺頑張った方だけどな、これ。多分一瞬。え、僕のこれ、なんで。え、これ一瞬で分かるっしょ。おしゃれ。サークル。車のタイヤ。道路で。そういうふうに似てる。一番分かる。2枚目、カメハメハって言ったわ。カメハメハ36系じゃん、これ。もう NSFW した方が良かったかも、もはや。え、誰が待ってるんだ。誰かが待ってる。お。予想パイチ。多分覚えちゃう。そうそう。名乗り出るよ、最後に押したやつ。俺が疑われてんの。え、おばあちゃんが疑われたからちょうどいいなと思って。最悪だ。わかんなくね。ゲーム。
これガチインポスター難しいからやりたくない。あこれくらいならなんか手ですか、わかりそう。1番目です。え、どうしよう、むずいな。めっちゃアホなやついこう。形でもバレる可能性あるから。黙ってろマジで。ナッシー静かにやった方がいいこのゲーム。ナッシーね、ナッシー基本的に静かにやった方がいいこのゲームは多分。静かにやった方がいい。はいはい、5番目にオーダーしました。あれなんだっけ。あ、もうじゃあダメだよ。いやーかぶりそうです。じゃあ明日成人の日だよ。明後日じゃない。あ、いやもう明日。変わってるから。黙っちゃった。黙っちゃった。ごめんのじゃじゃ。これ不明だわ。くんさん遅いな。どうでもいいけど。いやもうわかんないな。なんか何しても被りそうで。ああこれにしよう。被っても別に良くない？良くないか。いや被ったらなんか嫌な被り方するとなんかこう強化されるみたいな、そこがそのものが強化されそう。は？お前か。このさ、このささすがになんか。え、なんか私が連想ゲームしすぎなのか。ちょっと考えてみる。あとね、あの写真ね、めっちゃ近くで見るけどマジで怖いそれ。怖い。AI の描く人間の顔やばい。変わらない。あ、ベノブさんうわ。ああ、理解するのに時間かかっちゃった。ちょっと待って、思ってんのと違うのが来た。どうしよう。ちょっと2枚目で取り返しますね。私をゲストしちゃった。いや、これはね、これカッパドキアですね。トルコのカッパドキアです、これ。あ、そうです。それはそうです。認めます。は何認めます何言ってるか全然わかんない。ごめん、あの、このゲームカッパドキア全然関係ないと思うわ。いや、2枚目でカバーする。ジオゲッサーじゃないですね。まあ。はい、もうすぐ。出てる。もうしたけど。あー、分かる、めっちゃ分かる。そうなの？全然分かんない。あ、そういうことか。これで定じゃない。ほのさん、分からない。いや、あんまこのゲームに知見がない。え？いや、私結構ガチで知見がない、あんまり。まあ、あんまゲームっ子じゃないから、私、小さい時は。関係ない。とりあえずこれで伝わるかな、誰かしら。あ、私は分かった、これは。あ、分かる？うん。なんかいいやん。あ、だよね。これなんかナッシーが説明するとまた滑らす可能性があるため黙る。ああ決まった。これカッパドキアだろ、これ多分。これ人狼カッパドキアさん、ね、カッパドキアさんじゃないこれ。だってカッパドキア書くわこれ。おぱい一番ね。あ、こいつだ。あ、こいつだ。あ、こいつだ。マジ？勝率高くない？だってなんか英語読んで。フランス語みたいだね。エヌルアン。読めない。ボイン。トレスン。なるほどね、そういう感じね。毎回白取るの難しいな。まあ俺が人狼だったらわざわざ1枚目でこれ書かないよね。え、これもよくわかんないけど。いや、わかる。あ、そういうこと。あ、わかった。あ、これはわかるよ。あ、これうまいな。うまいけど。うますぎて。なし？静かに遊ぼうね。カッパドキアさん1番目がいいな。俺2番目やろうか？うん、当然だろ。カッパドキアさん？ちょっと待ってください。はい。だいぶ外れたの出ちゃいました、ちょっと。もう言い逃れできません。はい、もう、まあいいっすね。いや、好きに。カッパドキアっすね、これ。あの、カッパドキアに Windows で気球飛ばすやつあるんですけど。え？でもさ、これってさ。どうなんだろう。いや、このさ、でもこれ言及しない方がいいタイプの。あの、ナッシーさん、なんでそんなこと言うの。ナッシーさん、ナッシーもう黙って。ナッシーもうさ、もう静かにやろう。ナッシーこのゲーム。こいつやばい。ナッシー静かに遊ぼう。1枚目がマジでわからん、おっぱいちの。ちょっと待って。カッパドキアは気球有名なの。おっぱいちも静かにやろうか。いやー、マジか。おっぱいちも静かにやろう。私が一番静かにしなきゃいけない気がする。みんなに反応させてる気がする。コロさんも静かに遊ぼう。これ俺の分かんないって人いる？ 2 枚目え分かんない。ああ、ね、私本当に分かんないな、うん、分かんないよ。そうだよね。これどうせインポスター勝つからいいよ。もうこれじゃみんな分かってるでしょ、うん、これみんな分かってる、全員分かってるでしょこれ。スターウォーズ、はいはいはい、スターウォーズこれはねエピソード5ですね。これ帝国の逆襲です。分かりません。確かに腕切られた。エピソード5帝国の逆襲。え
え、なんでダース…なんかダースベイダー好きだよね、この AI。 あのね、一番意味不明だけど、なんかあの…え、そうかな。いや、理解できるよ俺。いや、なんか…あ、そうだ、あの、いや、もういい、いい、いい、もういいやって、なに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 、いや、いや、ハマってえ、私の1枚目も分かる、だとしたら1枚目は分かる、分かるよ。一応、あー、そういう、うん、まあ分かんない、もしかしたら俺の頭に思い浮かべてるのと一緒なのかは。てか、思ってたのは出なかったわ。でもなし、何を入れたの。それは気にしないでいい。まあいいや、まあいいや、なしはもう反応で多分芯取れるから、まあいや、いいね、なし全部スターウォーズでもいいかもね。ずっと反応だけ楽しい、反応だけで芯取れるよ。美味しそう。これ、ね、インポスター、ね、インポスター、おい、お前舐めてんだろ、インポスター誰か。インポスター分かった上でなんか似たようなお題書いてるだろ、絶対もう。最初から分かってるだろ、これ多分。多分分かってそうだよね。ウズベキスタンですね、これ。こんな綺麗な建物あるの。ウズベキスタンめちゃくちゃ綺麗ですよ。そうなの。モスク。わかんないんだけど、人狼がどれか。え、ノジャじゃないの？なんで、なんでその反応になるの？え、あ、2枚目はね、あのね、日本語が難しかったもんね。けど、ノジャだと思うよ、なしでも。ちょっと早まる。ヘルスカの1枚目が本当にわかんない。お前、それ、お前、俺だと思ってるよって言ってる時に、なんかもう笑ってるやつおるって、絶対にこれ。いや、ヘルスカの1、いや、ヘルスカはいい、ヘルスカはいいよ。いい、いい、大丈夫、大丈夫。いいの、私、ヘルスカは大丈夫。わかんない。わかんないよ。いやいや、これじゃないか。じゃあもうノジャ、ノジャ誰だ。俺オパイスに入れたけど、カッパドキアさん。いや、2枚目はわかるけど、1枚目はだってもうだって2枚目なんて変化できるし、そんなこと。2枚目も俺ミスったよ。え、でも2枚目って1回、1回目だったよね、オパイチ。一発目でこれ出してるから、あの、そうなんだよね。いや、超ミスった。静かに遊ぼ。いや、静かに遊ぼ。これ投票しました。ノジャジャに投票しました。しょっぱいち。わからないってこれ。のじゃ何回インポスターやってんの。違うってだから。インポスターじゃねえよから。いや、だから違うんだって。当たってるでしょ、絶対当たってる。いや、違うって言ってんじゃねえかよ。ここで嘘つく必要ねえだろうが、バカ野郎。え、おっぱいちなの。違いますよ。ヘルスカ。え、一回わかんないって。ヘルスカやばいよ、これ。相当やばいよ、ヘルスカ。ピンポイント。2枚目絶対分かってると思った。え、いや、何これ。相当すごい、相当すごい。他がやべんで、他がやべんで、あの、他がやばい。でも実は何のゲームか全然分かってないから。あ、そうなのか。多分これは。でもこれは分かりそうなもんって思っちゃうな。てかオパイチに入れた人たちってなんで入れちゃったの。まあ、のじゃじゃが入れるのは分かる。いや、のじゃじゃが入れるのは分かるけど、いや、いや、カッパドキアが意味不明。あ、いや、多分あれでしょ、星のカービィってな。え、あの、ヤチ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 のやつ、ヤチのやつ。俺なんか、やばい。浮き、2枚目そのまま出しすぎてさ。そのゲーム全然分かってない。あー、僕なんか、そうだよね。なんで木が合ってるの。いや、これウィスピーウッズっていう。ウィスピーウッズ。あ、そうそう。なんか、4番の方に出てくる。ゲームよくあるものって考えたら、まあ、とりあえず、確かに。ピッて書くなら多分大丈夫。あの、ワドルディっていうキャラクターがウィスピーウッズの仲良しで、ね、なんか。ノジャジャの1枚目結局何だったの。何だったのこれ。環境破壊は気持ちいい。気持ちいい。はこいつが一番やべえ。いや、やばい、やばいやついたわ。強人だわ。俺、幼稚園作ろうとしてたんだよ、俺。幼稚園書こうかなと思ったけど、絶対誰かやりそうだなと思ってやめてた。あー。幼稚園2回来ると、さすがに、もうなんか参加生の、分かっちゃうなと思って。あー、だったら最初会社で次幼稚園にしたんだよな。まあ、星のカービィ知らなかった。参加生だと、ヤチとワドルドしかいないかな、多分星のカービィ由来キャラは。そうね。あの、おぱいしさん、最後、次へやりましょう、最終戦。俺じゃないから。じゃあ、どんじゃちゃんかな。いや、違うやろ。え、誰だよ。あー、まだやるか。絶対、ずっとコノだよ。ラスト1。ずっとコノだよ。はいはいはい、このゲームおもろいな、マジで。てっ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 て。インポスターやりたくない。あー、映画。ワンチャン知らないの来る可能性ある。さっきのカービィが来る感じだと、ヘルスカが知らないの来る可能性全然あるよな。うん。これ、出てんのかな、ヘルスカ。あー、多分大丈夫。大丈夫。
でもどうしよう、宇宙かな、とりあえず宇宙と太陽2つと自信ある。あとはどうしようかな、これどう、タイファイター書けばわかるか。いやでもちょっと待って、これね、いやこれでいくわ。いやこれでもこれ容易に、いやちょっと遠回しに行き過ぎたかもしんない。これでいこう。そう、でもこれ遠回しに行くと結構むずくない？いや頑張った、いや頑張った。うわあ、うわやばいかも、やばいねこれ。うん、やばいな。付けでいけるけど、どうなんだろう。これはもう余裕。ヘルスカインポスターでやってくれ。はい。うまそう。なんで？美味しそうでしょ。え？これでもなし、スター・ウォーズに逃れできるんだよ。わかった。わかった。7秒ぐらいかかった。わかった。これおもろいな。これはひどい。今日。あ、なるほどね。そっち書いたの。もうスターウォーズ書いてください。もう最悪。難しいな。なんかめっちゃ遠回りすぎてちょっといい、いいんかなこれで。今だと。ごめんごめん、もうみんなわかんないかもしれん。ごめん。ベナオさんちょっと怪しくない？さあ、何それ。いやちょっと遠回りしすぎて。そうね、結構。遠回しだね。いや難しいな、どうやって伝えればいいんだろう。じゃあこの映画死んでんのかな。めっちゃ可愛い、なにこれ、なんだこれ。まあ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 、まあ、てか AR のジャジャの A って何？うーん、 AR です。あからさまの A とか。どういうこと。分かってくれ。いやもうめっちゃ分かりやすいかもこれ。マジか、もうコナさんが分かるなら完璧だと思う。ちょっと待って、やばい、過去最高作。ちょっと待って、どれにしよう。ちょっとやばい、大スターウォーズだろ。いや違う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 、過去最高作めっちゃ可愛い。やばすぎ、うますぎ、うますぎ。やばえ、写真タッチじゃない。え、やばい、え、写真写真写真でこれ出た。すごい、もうでもこんなん答えじゃん。トロトロ怒ってる。トトロ、トトロ、トトロめっちゃ大好きだったな。子供の頃なんか擦り切れるほど見てた。え、私ポニョ大好きだったな。あー、ポニョ俺見てないんだよな。俺やっぱもったいな。もののけ姫だな。もののけ姫もいいな。あ、もう似た目。テーマが好きだな、もののけ姫は。なんかでもジブリやっぱご飯系がいいよな。ご飯系の描写がめっちゃいい。そう、あのね、あのあれラピュタのご飯描写がめっちゃ、あの人え、でも私ポニョのラーメン食べるシーンが一番好きかもしれん。あー、ポニョ見てないけど、ポニョのラーメン食べるシーンはマジでうまそう。ネットフリで見れるんでしょ。いいよ、静かに。ええ、ジブリって見れんの？違う、海外から。あの海外ネットフリ、あのシンガポールから見れます。へえ、日本では見れないんだ。日本はおまくにされてる。ひど。なんか誰が誰とかちょっとあんま分かんないな。これ誰が人狼か全然わかんないわ。わかんない。出なかったな、こっちは。なんか違うのかな、大勢。誰だよ。やばすぎ。誰だよ。メガネつけてるように見えて、つけてない。ほんとだ。お、めっちゃジブリあるね、今。フィルから見た。いいなぁ。あの、中国の山東省とかに住んでそう。Google はこっちは出してくんないっぽい。いやー分かりにくいな、申し訳ない。このさんじゃない、多分顔下手くそじゃねこれ。下手くそすぎる。これ分かりにくすぎる。なんかタッチ古いよね、しかも。だ多分未来少年コナンとか、このかのじゃじゃ人狼だと思うよ。これにしよう。怖っ、怖いな。これ以外でも結構良かったんだよね。なんか混じってない、いろいろめっちゃ好きだね。これちょっと世界観わかる、混じってない、混入しすぎてるけど。いやみんななんか結構遠回しかもな。そうだよね、このさ、うん、やっぱどこの海なんだ。これ多分鹿児島っすね、今のは。でもさ、こんな海じゃなくないこれ。そうですね。
ねえ、そんな海か、めっちゃそんな海じゃなくない、バサーン、ザバーン、ザッパー、そんな海って感じしないけどな。まあでも出てくることは出てくるけど、ほんの一瞬みたいな。しょ、あ、くんさんも同じこと考えてた。あ、まあ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 、なんかほぼ答えというか、なんか、どれですか、お前人狼だろ。いや、人狼ではないんです。ポーニョポーニョポーニョ魚の子。さあ誰が人狼だこれ。難しいな、これは。なんかみんな結構違う。だってベドムさんとかだってよくわかんない人書いてるし。これはうまく出ないだけだろ。なんかどれなんだか、なしもなんか1枚目2枚目なんか整合性ないし。のじゃじゃと見た。なんだろう、誰だろう。なんでなんか全然違ってない。のじゃじゃ。いや、そうじゃないじゃん。なんかクリスさんもなんかさ、1枚目と2枚目なんか作品違うし、おかしくない？トトロトトロ。クさんな。トトロ。1回目一番最後は どうだったんだ。最初はオパイチ。なんだろう、なんかオパイチもなんかね、よくわかんないしね。俺クンさん入れようかな。1回目最後だったんだよ。みんなジブリ書き始めたから。あ、いや、のじゃじゃで。いや、のじゃじゃ人狼多くねえか。僕じゃないでしょ。いやいや、俺じゃないっすよ。でもえ、でものじゃじゃ臭いけどな、マジで。そう、よし、ねえ、ほんとに。うん、なんか海なんか出てこないよ、この作品。この、まさか俺さ、ずっと考えてんだけどさ、確かに指あんまりなかったね。どっちなんだこれ、どっちなんだこれ。いや、もうわかんないわ。ポニョかポニョ以外かなんだけど。ポニョかポニョ以外か、何すか、ローランドみたいな。ポニョかポニョ以外か、わかんないんだけど。ゴジラでしょ。俺にはわからないわ。ちょっと待って。じゃあこれゴジラだと思わん、これ。あのね、スパイダーマンです。正味ね、やらかしすぎて、コノがね、フォロー入れて、ポニョの話題出して、わざと違う風に見せてんのかなと思ってたんだよね、ずっと。なわけなくない？だからずっと。だから私、1番目からポニョやん、こんなん。いや、よくわからんのよな。でもだって、これ、クラゲやん。ラーメンやん。もうポニョやん、だって。でも、ポニョやん。こんなん別に、どこでも出てくるというか。いや、ポニョやん、もう。ポニョやん。これはひどいよ。これはひどい。これはね。これはまずかね。コノの見る前に1枚、2枚目でもう変えたよ。マインドゲームポニョにしたよ、普通に。僕は短くで入れたけど、私バッてひどい。1枚目も2枚目もまんま入れてる。こいつはよくない。ひどい。そのまんままんま入れるの。いや、誰か笑わないかなと思ったけど、みんなめっちゃ耐えてたの。めっちゃ笑った、マジで。違う、もうなんかよくわかんないからずっと考えてたわ。ナッシーのラーメンで若干空気凍ったよね。なんかあ、そこまでやるんだみたいになって、なんかおぱいちのラーメン、いや、なんか違うんだよ。なんか合わせ技なんだよね。宮崎駿をクラゲラーメンで合わせ技でなんか死ぬみたいな。あ、まあ変えられないような途中で。これこっちも人狼じゃない側も変えられたらもっと やばくなりそう。いや、ずーっと考えてたのよ、マジで。わかんねえから。なんかめっちゃポニョって言うしな、しかも。いや、こいつらは、あれだろうな、ポニョのミスリードしてんだろうな、ずーっと変えようとしてんだろうな。1枚目出してずっとポニョの話するから笑っちゃう。そう。こいつ、そう。しかもラーメンのことまで言うやん。ラーメンまで言うやん。ラーメンまで言うやん。全部言ってやろうかなと思って、普通に。わざとだろうなと思ってたんだけど、ずっとそれが。めっちゃおもろかった。ずっとミュートして笑ってた。ジジジジ。